はい、どうも世界のことはチャンネルをご覧の皆様こんにちは、横澤です。ソタです。ミックスです。ミックスです。前回は EPT パリからの配信宅に行くためにアメリカ、そして帰国っていうスケジュールの旅だったんですね。まあすごいジェットコースターの激しい爆勝ち爆負け、酸いも甘いも味わった旅だったわけなんですけども、はい、空から飛んだり空から飛んだり大変な旅でしたけども、はい、今回の旅はですね、うん、なんと、はい、またヨーロッパに行きますまたしても、またそれなんでヨーロッパなんですか、はい、前回の EPT はですね、横澤のトリプルクラウンという前回の EPT は横澤のトリプルクラウンという目的を達成するために中国語界にも無視してます前回の横澤はトリプルクラウンという目標を達成するために、まあ、EPT に行って、一応メインイベントインマネしてかなりいいとこまでは行ったんですけど、うん、まあ、残念ながら優勝することはできなかったと。いう感じだったんですけども、なんとその EPT がまた今度モンテカルロであるんですよ。また挑戦できる2連チャンの EPT です。まあ EPT は結構いい思い出が多いので、うん、今回こそはね優勝いけるんじゃないかなと思っております。なるほど。そしてさらにポーカー YouTuber のさ、ヨハンいるじゃん。はい、ヨービラルっていう、そのヨハンからまあ連絡が来まして、 EPT 来んのかみたいな言われて、行くよって言ったら、俺らがやる配信宅に来ないかって言われて、何それ。なんと開催地がですね、マルタ島、まあ、イタリアのちょっと下ぐらいにある国なんですけど、めっちゃちっちゃいんですよ。島みたいなもんですか。超リゾート地みたいなところの島、そうなんだ。で、まあ、そこにお呼びいただきましたので、まずは今から配信宅をプレイしにマルタに行きます。なるほど。そこで7日間、キャッシュゲームの配信宅50、100ユーロでかのハイレート宅を1週間プレイさせていただきました後に、今回の目的でもある EPT に行くためにモンテカルロに行くと、優勝して締めるって感じですね。マルタ島僕も行ったことなくて、写真見る感じはすげえ素敵なところで、いや素敵でしたね。ちょっと僕も喋っちゃったんですけどというわけで、はい、早速なんですけども、マルタ島にキャッシュゲームをプレイしに行きたいと思います。行きましょう。めっちゃ楽しみです。めっちゃ楽しみ。これです。マルタ、マルタ。ダイエットしようと思って、今回の旅は俺は砂糖を取らないように頑張る。づいたの俺、はい、年末年始さ、期ダイエットしてさ、はい、1月からさ、今日までの間にさ、はい、7キロ太っちゃったんだよねマイナス10プラス7みたいな綺麗にこう今戻ってきてるから、ここで食い止めないとやばいんだよね。順調に戻っちゃうんですね。やっぱそう、食ってる量っていうよりかはやっぱり、やっぱ砂糖だなと。じゃあ僕は横澤さんが甘いの食べようとしては全力で止めていいってことですね。止めないでほしいだろ。なぜなら甘いものを食べないってかなり強めに俺は意思を持ってるわけだから、はい、それでも食べるときはもうよっぽどなのよ。限界ってことだ。その時は止めないぞ。パンタ美味しそうだな。いや意思弱あーうまそうこれ乗りましょう。ドバイ経由ですね。ドバイ、ドバイ経由マルタ行き19時間のフライトです。長すぎるね。やっぱネックピローが来るんですよ。はい、プロギャンブラー歴11年目にしてやっとネックピローという装備品を予想していました。だけど席バラバラなので、はい、無事じゃあドバイまで行きましょう。無事たどり着くんだぞ。頑張ります。マルタ上陸。マルマルマルタに横澤来たよ。ポーカー配信明日も勝てるかな。インボケがえぐい。長かったですね。20時間オーバー。結構キプロスに近いと思うんで、マルタの存在感って。なんか不吉なこと言いますね。いや不吉じゃない。不吉じゃない。キプロスは未承認国家で、はい、僕は普通に承認されてる国家なので、あ、よかった。キプロスみたいなことはね、マルタでは起きないとは思うんですけど、はい、ヨーロッパで僕お金系のトラブルも散々食らいまくったので、今回僕もお金持ってきてないっす。え？どうやってポーカーするんですか？日本からヨハンに海外送金して、ヨハンにユーロをもらうっていう、持ち運ばずに送っちゃうっていう。お金の問題はね結構難しくて、うん、まず海外で銀行口座作るのってほぼ不可能なのよ。銀行口座は作れないし、まあ、クレジットカードでチップ買うって方法もあるんだけど、手数料かかっちゃったりとか、そもそもカード止められちゃったりするリスクもあるし、で、まあ、現金で持ち歩くのが、まあ、一番確実なんだけど、まあ、前みたいに没収されちゃったりとか、また強盗に遭うとか、うんうん、だからまあ送金が一番安全なように思えるんだけど、はい、カジノに送金ってできないんだよね大体。俺キプロスから日本にお金送ってもらうのもめっちゃ大変だった実は。なんでまあ個人間でやるのが一番確実ではあるのよ、うん、今回は俺はヨハンに頼んで、ヨハンに送金してヨハンから現金を受け取るってやり方を、まあ、選んだんだけど、メリットは簡単で手数料かからないっていう。デメリットはまずそもそもそういう人を探さなきゃいけない。信頼関係がないとお互いにあんまやりたくないよねっていう。
だからね、今回はもう所持金が最初から決まってます。なるほど。10万ユーロです。10万ユーロ。はい、今回全財産10万ユーロ。日本円にすると1400万ぐらい。この10万がいくらになるかっていう旅です、今回は。おー、わかりやすい。でもそう、というわけで早速チェックインしていきましょう。行きましょう。出待ちですよ。俺迎えだ。お、お外。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 いや、あれ来た。今回は出待ちなんですか。ヨハンがなんと車を用意してきました。何それ。ビップだ、ビップ。うわ、なんかいい。なんかいいよね。もうすでに俺バルタからはオーラを感じてます。おお。なんかよく神社で風が吹くとか言うじゃん。鳥居くぐった瞬間にバーみたいな。はい、あれと同じようなものがあったよね。うわーって。 What is the best food in Malta? Rabbit. あ、ラビット。あー、ラビット。街並みがなんか今までのグリとは全然違う。なんか着きました。到着。というわけで今回泊まるホテルはこちらです。オーシアンアーバンスリックホテル。カジノから徒歩7分ぐらいのところ。はい、入室。お、綺麗な部屋です。一応これはジュニアスイートらしいです。綺麗なホテルだ。ベランダ付きですよ、ちゃんと。うわー、すげー。ここに対するご注意していきます。なんか泊まるって感じのトイレ。まあまあ3って感じですか。イメージしてる。はい、4番ありました。いや、実はですね、はい、4番ですね、ホテルを聞いたんですよ。4つぐらい おすすめが送られてきたんですけど、はい、全部7万とか8万のとこばっかで、ええー、いいねいいねっつっていい感じじゃんっつって、まあ参考にするわっつってこんなホテルは当然僕は泊まれないので、見えよね、ちょっと、はい、カジノから近くて比較的安いところで、はい、綺麗そうなとこ探して1泊2万の部屋を。おお。というわけで今日のプランなんですけど、はい、配信宅は明日からになっておりまして、うん、今日は予定が何もありません。丸一日オフ。ちょっとやっぱりさ、外には行きたいじゃない。いろいろ見てみたいですね。なので今日はゲームを思いついたんですけど。ゲーム。はい、全く何も見ずに行きます。今までそんなことなかったじゃないですか。一回はここ良さそうだなってとこに入って Google マップの点数当てるゲームしましょう。で、 Google マップの点数が遠かった方がおごりです。なるほど。全く何も見ないでいきますから。はい、どっちに行くかから始まりましたよ。右か左か。はい、カジノがあって、うん、俺の土地感的にはこっちの方がいろいろありそうだった気がする。こっちから来てるので。そうですね、あっちから来ました。俺のスーパー方向音痴の横さ的にはこっち行った。じゃあこっち行ってみましょうか。すげえ街並みだこれが。ここに行きますか。いやいや、いやです。何の気分。あー、何の気分だろう。これ結構肉だね。僕はどちらかというとイタリア。あ、イタリア。どうか、こっちか、こっちか、こっち。あー、難しいなこれ。こっち行きます。絶対に俺が選ばない方向だ。うわ、うまそう。これはさすがに買うしかないからね。ここで買ったら食べれないですよ。はここいいです。食べない気ですか、お店で。めっちゃうまそうじゃん、ここ。うまそうだけど、ここが我慢します。え、マジで。じゃあ俺も我慢するか。あ、俺あっちの方行きたいな、あっちの方。いや、でも俺やっぱり我慢できない。だからご飯行くんですよ、だって。いや、我慢する。分かったよ、もう。マジで食いけ。え、ここじゃん。ここじゃん。パスタある。ピザもある。以上、これじゃん。ここだ。決まった。あー、来たー。最高。見て。マルタ来たって感じするわ。めっちゃいい、この絵。なんだろう、この絵。ありがとう。ピザマルゲリータ and also do you have like non sweet ice cream? ピザ、マルゲリータ、ピザマルゲリータ、パスタ、ピザ、ピザ、うわ、うまそう。でも全部めちゃくちゃうまそう。いただきマンモス、また来て、資格マルゲリータ。どういうことですか。めっちゃミルキー。ミルキー。うまらん。この店は当たりだ。やったー。で、 Google マップの点数が遠かった方がおごりです。ありがとうございます。ごちそうさまです。おー、やばい。マジで無意識だ。ダメ、請求します。54ユーロ。わかりました。はい、僕は大体決まってます。マジ、はい、全然決まってない。ええ、どっちがいいかな、こっちかこっちか。いや、僕も今2択なんです。いや、そう、2択なんだよな。決まりました。はい、せーの、 4.2。 うぇーい。うぇーい。そんな奇跡ある。待って、これは奇跡すぎる。答え、あ、分かった、答え見て、はい、俺はだから 4.4 か悩んだから、俺上をカバーする、
はい、そうだ、下で僕は下で、はい、いきます。はい、結果発表でもえ、なになになに4.1。やったやった2人ともめっちゃ惜しいやん。めっちゃ惜しい。これがね、世界を旅してる横澤颯太の Google マップ力ですね。すげえ。ということでごちそうさまでした。いいでしょう。やったー。あんなんもう、あんなんもう、あんなん食べたいマシンだね。俺がこのパラチングマシンで、え、すごい点数を出したから食べていいみたいな。ない。じゃあ800以上にしましょう。800以上で入りますね。はい、うん、じゃあいいですか。うわめちゃくちゃ弱いわ。え、待って、それだけ1回目570、全然ダメだ。ラストチャンス。あ、弱い。腕めちゃくちゃ痛い。はい、ということで、あちらのハゲンダッツ募集です。お預けというわけで、SIM カードを2個と水を1パックずつ買ってホテルまで今帰ってきたんですけど、結構遠い道のりでしたね。そうですね、10分ぐらい歩いて、うん、なんとか帰ってきてね、用事は全部済ましたぞということで、はい、充実した初日になりましたねって思ってたんですけど、そうですね、衝撃です今こちら振り向いてください。はい、エピックの SIM カード売ってましたね。ここにしかもこっちの方が安くて良さそう。でさらに衝撃の事実がありまして、こちらご覧ください。キューバもありましたねそんなことあるマジでねえ、はい、覚えてますか、こっち行った時どっちがいいかなとか言って、じゃあ右かとか言って右に行ったじゃないですか、はい、左で全部終わってました。一歩目から間違ってましたね、僕らの選択は。ありがとうございます。ありがとうございます。配信宅をプレイしてカジノに向かっておりますが、1時間半前に上陸して、はい、ヨハンからユーロをもらいます。何ここ、すごっ、わー、すげーこれ。どれがカジノ？えぐ。何ここ、めっちゃ海やん。海きれい。あ、来たヨハンだ。はい、ごめん。あー、うつしよう。ナイスとミートユー、ヨハン。こんにちは。こんにちは。ヨハンだよ。ヨハン。The boss of poker YouTube game. Yeah, from boss. To my island in Malta. Yeah. To challenge me. Yeah. うわ、カジノかっこよ。何このカジノ。Yeah, you guys can play 1-2. 1-2. 1-2. わー。はい、チップ買いました。見てください。え、なんか変なチップ。ドラゴナーラチップですね。1枚5000。だが、これで4万ユーロ。これをポーカーチップに変えてもらうらしいです。あ、これを変えてもらうんだ。これじゃプレイできないらしい。横澤さんから見てヨハンの実力はどうなんですか？いいこと言うね。ヨハンは、まあ上手ですね。入れたの勝ち組ぐらいです。なるほど。ずっと気になってたこと聞いていいですか？あの顔ってヨハンなんですか？ヨハン。ヨハンなんだ。これ聞いたんだけど。5万ユーロ買ったら、あそこに名前と顔を印刷してくるらしいです。マジ？ It sounds easy. Yeah, yeah. You, if you manage to do it, we will put your face and nickname for the next Yohiran game. Because we have to do is winning 50,000. To go to 100k, or if you buy more than 50k, then you have to win 50,000. Makes sense. 俺はだから9万買わなきゃいけない。9万か。9万ユーロ買わなきゃいけない。来た。テーブル辛いけど勝ちそうな予感はするなんとなく。なんでですか？予想はね、ちょい勝ちです。ちょい勝ち、1万勝ちぐらい。いやもうでも勝てればいいですよ、勝てれば。ナンバーワンフレンチポーカー動画。Thank you. I played the 200k tournament. I know. I lost 200k. You can see how I lost. It's so crazy. いい戦です。Vlog っぽい。あ、そうだね。なんか旅みたいな。チャンネルっぽい感じ。うん。すごいマジで。アクション。Yo la famille, j'espère que ça va aujourd'hui. On est de retour pour quelque chose que j'apprécie tant, vous le savez, les Yo Virage Game. And we have also the fans of this guy watching us and they want me to speak English also. So I'm gonna speak English a bit. So it's gonna be an international stream today. Welcome to everybody, Shafal Afendil. Thank you. Let's go. Bravo. Are we doing the bomb pot 500? Oh yeah, bomb pot. Stand up game, bomb pot, everything. Makes sense, okay. It's... Call. I tried. Ah, that's right.Check. Check. Aces! There we go. Parson! Mega lucky. Nice, yeah. Can I cash out? No, it's getting late. Yeah, your flush is good. Yeah. Yeah, of course. Maybe you win the pot. Race. Go all in, Moria. Face concrete.
Re-race. Bluffing again. Call. What's up? Check. Call. Check. Check. All in. All in. False. Thank you. Defending. Thank you. Do you press? Thank you for saving me. Yeah. One more hand. ディナーブレイクになりました。お疲れ様です。ただ2時間半しかプレイしてないんですけど、はい、早速ディナーブレイクで、うん、ご飯いっぱい頼んじゃいました全部ただなんだってご飯も取りすごいマジで大盤振る舞い見てました。でも配信めちゃくちゃ上がってますね。1万6000円から今1万7000円ぐらい。すごい。まる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 嬉しい。 Y ちなみにですね、はい、レベルは思ったより高くないかも。あ、本当ですか。うん、やっぱバイクとかハイスラーよりは高い。ヨロチューよりは低いと思うね。なるほど。としてはでも順調なのね。はい、行きましょう。ディナーディナー豪華豪華。これバーベキューで言うとアラビオリ。あ、いっぱいにしてわらべちわらべちあーありがとう。ありがとう。よくできた。よくできた。スタンダップゲーム中なんですね。スタンダップゲームで再開かな。スタンダップゲーム。なんか余波が壊れてます。よし、じゃあ頑張ってください。レース300。レース1500。いやいや。レース。How much is it? 3,900. All in? Yeah, I'll call. Let's go once, let's go once. Hard freeze! It's close. It's loving good. Oh! Yeah. That was great. That's a little for me. So you cover me, right? So yes. Yes. Yeah. So I don't pay him. That's good. Break. Why is this game playing for 2 hours? After 2 hours, the break is over. After 2 hours, work hard. No rest. Yoko, do you know the current earnings? +28,000. Yeah, I'm doing well. Today, I'm really missing the miss play.1年に1回レベルのスタンダップゲーム中に間違えて座ったら全員に300払わなきゃいけないっていう謎のルールがあって、はい、そんな聞いたことないし俺座るわけないじゃんって思ってたの、はい、いや結構座っちゃうんだよとか言って俺そんな人生で1回も座ったことないよとか思ってたら座っちゃいましたヨロンコさデュース7スーツでさブラフしたら、はい、クイケスって5ベッドオールインされて、はい、最悪やって思ってうわーとか言ってなんか座っちゃったんだよねこうやっておいおいWhat you unless、see? You don't. Ah, no, no. Fuck you! Masato, we did it! Fuck! それワンプレイで1200ユーロマイナスです。やばすぎ。めっちゃもったいないことした。1200みんな大喜びで。ちょっと300が欲しいっつって、ヨハンが一番喜んでます。I want to make a joke, but this one. This one. I played with heart the bike. Yeah? I love what she's racing 300. I love her.I deserve it. Even recently when they had this crazy game with Ninja Spot, I like him. He had a spot in one of the most beautiful games ever. For 3 weeks.
She seems to be a nice person. She's cool. But it's cool. No, I end up losing. No, I didn't look. She ended up being the biggest loser in the game. Okay, I didn't watch it. Unless it's a live stream game. Yeah. But they're basically. Can we win it twice, please? Yeah. Check. They're for 800. That's even for a small amount. That was crazy. Crazy game. But imagine if he lost. He just thought of my life. That's crazy. It remembers me last year in January. Yeah. In the same night, I said three times that was the biggest pot of my life. Yeah. The Waco. All in. Call. Not call. Lucky. Lucky River. Can I have you? Yeah. お疲れ様です。めっちゃ勝ちました。35,850 勝ち。500万ぐらい。プラス。はい、やば。ラッキーラッキー。勝ちすぎ。ライブラックになった初日で。てか今日はもうほとんど。ずっと勝ってたね。安定して増え続けて。うん。ギリギリでしたけど。間違えて座っちゃった以外は完璧でした。ちょっとまだ続けそうなので、しばらくプレイしてから。あんまり長くやんなそうだね。1、2時間かな。なんだなんだ。ナスハンです。ナスハン。配信後に2425勝ちましたので、いくら勝ちですか今日？今日は38,275ユーロ勝ちました。うわあやば。570万。ええか。帰ろうか日本。めっちゃいいスタート。うん。明日も配信だけじゃないんですか？明日も配信だけです。みんなこの後飲みに行くらしいです。元気ですね。元気ですね。お前も来るかって60回ぐらい出されました。上手すぎて。こんな時間から飲み屋が開いてても意味不明なんだけど。確かに。明日からもう集中切らさないように。バレたら人みんなね話しかけてくれない。配信見てるのかな。配信見てるっぽい。そうなん。人気者だ。すごい。嬉しいねこれね。いいですね。Masato, it's not too late. We have 2 extra seats. No, I called already. Yeah. Alright, I'll see you tomorrow. Don't be as lucky tomorrow. Oh yeah. また効果強くなっちゃうわけですね。Only for you. No, not this one.Good luck, guys.